Day 1. これは追が終わった後の初夏のある日、俺はいつも通り図書館で本を読もうと思って本を選んでいた。すると風が吹いた。どこからか俺は名前も知らないあの子に恋をした。 Day 2. おい、ターゲットがこっちに来る、こっちに、こっちに来る、こっちに来る。すれ違いたい、すれ違いたい、すれ違いたい。行け、俺、俺、行け。もう目の前だ、もう目の前だ。目を開け、目。トカゲ森のルー、炎の高い、バンブルグーのプー、霧の向こうの不思議な街。 Day 3. 俺はすれ違った時にあの子が読んでいた本を手に取った。そして一番後ろのページの図書カードに記された名前を見た。月島しずく、月島しずく、月島しずく、月島。デイフィー。名前が分かったから彼女の名前をいろんな本で見かけた。自分の周りでそんなに本を読む人がいなかったから、俺は月島しずくという人間にさらに興味が湧いた。そして俺も本にマーキングを始めた。デイファイブ。俺は月島が読んでない本を片っ端から読み始めた。バイオリンを作ってない時とご飯を食べる時以外はずっと本を読んだ。毎日眠くて眠くて仕方なかったが、月島より早く本を読み、そして俺が月島に気づいたように俺の名前に気づいてくれないかなと希望を抱いた。その希望を胸に眠さに打ち勝って俺は本を読みまくった。 Day 6. 月島今日はいない。いた、月島いた、月島いた。今日という今日は月島の隣に座ってみたいと思っている。俺にとって大イベントだ。歯もしっかり磨いてきた。さあ覚悟を決めていざ参らんという感じで普通に参るぞ。よし、作戦通りとりあえず席につけた。本当にな、あのこればっかりは読んでいる本の文字なんか1ミリも頭に入ってこないんだ。あ、見てしまった。あ、隣から見る本を読んでる彼女は本当に可愛くて凛々しくて素敵だった。俺は本当に恋に落ちたんだなって気づいた。 Day 7. コンクリートロード。待て、どういうことだ。これは月島の忘れ物ということで間違いないか。え、どうしよう。え、ここに来るの。え、来ないかな。え、どうしよう。とりあえず話せるとこ。え、話せる。あれ、これ、これじゃん。その本。これあんたのか。ほらよ、月島しずく。名前どうして。さてどうしてでしょう。あ、図書カード。お前さ、コンクリートロードはやめた方がいいと思うよ。ふるさとはティンティクレンティンティンティレンティンティンティン。コンクリートロード読んだな。嫌なやつ、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 嫌なやつ。なんでそんなこと言っちゃったの。あー、最悪だ、最悪だ。コンクリートロードやめた方がいいぜ。コンクリートロード、何よ。チャンネル登録よ。登録登録登録。おいやいやいやい、チャンネル登録お願いします。チャンネル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 、とっとっとっと登録お願いしますね、お願いしますね。